サールナートは、インドのウッタルプラデーシュ州にある地名。バーラーナシーの北方約10キロメートルに位置する。仏教の四大聖地の一つ。ゲンサールナートは、釈迦が悟りを開いた後、鹿が多く住む林の中で初めて教えを説いた、発天法林のこ地とされる。カノのンは、リシパタナとも呼ばれる。リシパタナとは、聖戦の集まるところの意で、海神密教などでは、 千人だどころと誤訳され、雑案本業などでは、千人住みかと訳されている。かの園だったとされる場所は現在は、インド政府によって整理され、遺跡公園になっている。その周辺からは、サールナート仏と呼ばれる仏像が多数出土し、最高傑作とも評される、初展望林像が、サールナート考古博物館に収蔵されている。インドの国章。 アショーカの獅子中東から取られた。ありがとうございます。